東急5050系4110編成、渋谷ヒカリエ号が、相鉄線に初めて入線しました。東急電鉄は、今日20日、東急5050系4110編成、渋谷ヒカリエ号による相鉄線内での営業運転を行いました。東急5050系、渋谷ヒカリエ号は、複合商業施設、渋谷ヒカリエの1周年記念プロモーションとして新造された特別仕様車です。バリエーション豊かなインテリアと快適な車内環境などを備え、東急東横線だけではなく、直通先でも渋谷ヒカリエの魅力を PR すべく、2013年4月にデビューしました。渋谷ヒカリエをイメージしたゴールドをメインカラーとし、渋谷を代表するビルの外観をデザインしたラッピングが施されています。これまでは、元町中華街から小川町間で活躍してきました。そして、相鉄東急新横浜線開業から3日目となる今日20日、東急新横浜線、相鉄線での営業運転につきました。これまで、試運転では、東急新横浜線新横浜駅までしか乗り入れておらず、相鉄線に初めて入線したこととなります。今日20日は、62系運用に充当し、東武東上線から、相鉄泉野線の湘南台駅まで走行しました。これで、3月20日の KAB ニュースを終わります。